驚異のヒット商品ゲームウォッチ誕生。ある日、横井軍平が新幹線に乗っていると、サラリーマンが退屈しのぎで電卓で遊んでいるのを見かけた。これをゲームにしたら売れる。当時、電卓の表記を使って遊ぶのが流行しており、携帯型のゲームは売れると直感的に判断。さらに子供が親に買ってもらいやすいようにと時計機能を追加。そうしてできたゲームこそあのゲームウォッチであり、なんと4800万台以上を販売。横井とゲームウォッチは任天堂に巨額の資金をもたらすだけでなく、任天堂とビデオゲームの歴史の幕を開けたのである。そんな横井軍平の名言、物を考えるときに世界で初めてのものを作るのが私の哲学です。なぜならそこは競合がない、競争がない世界だからです。